ミュージカルカフェようこそ。さて、行ってまいりました。このミッキーの三兄弟、月組三兄弟を永遠に永遠にっていうね、これを行ってまいりました。もうね、やばかったんですよね。なんかもう自分の気持ちに反して、そう、もう泣き疲れて頭ガンガン痛なっていや、そんなにね、いや泣くかなとは思ってたけど、そんな泣くかなと思ってたんですけど、出だし、ちょっとね、皆さん見たかったのに見られへんかったっていう方のために、ちょっとどんな感じだったかお知らせしたいんですけど、出だし曲なって後ろから出てこられたんですよ。でも私後ろも見られへんくて、後ろっていうか声と音楽もうボーイミーツガールから始まったんですよ。あ、ここに歌っていただいた演目がこうで、最初ね、ボーイミーツガール、マイラッキーチャンス、ラブメッセージ言うたら、やっぱりこの3名のお三方がやってるこのショーの、まあ、代表じゃないですか。それね、メドレー的にこうバーって歌いながら後ろから出てこられたんですよ。でその時点でもう涙腺崩壊しちゃって、もうなんか意に反して涙ってこんなに出るんやぐらいの、もうしゃくり上げちゃうぐらいので恥ずかしいじゃないですか、最初からそんな。でももうね、感動っていうか、もうほんまになんか感極まって、もう涙で、なんかお二人の歌声って全然変わってないんですよ、あの頃と。だから本当になんかタイムスリップしちゃうんですよ。ほんならなんかそこにミッキーもいるようななんか気分になっちゃって、っていうかもうその舞台がこう走馬灯のようにこうぶわっと蘇って、やっぱりお二人で歌ってもらうって、お一人がその主題歌を歌うこととかある、うん、あったかもわかんないんですけど、やっぱりこの二方がこう並んで歌って、この懐かしの話をしてくださるっていうのは、ずっと待ち望んでたことだったので、私はもうね、涙涙やったんですよ。で、そこからこう順番に3人がまずミッキーが星組にいらっしゃって、で翔ちゃんが、オスカルで、その4人のオスカルが集結するって、私前もちょっとお話ししたと思うんですけど、それがあって、その時に、まあね、堂々たるアンナ・ジュンさん、右穴夏子さん、春名ゆりさん、そして4人目のオスカルとして純美月さんだったんですよ。だからすごい、まあ、プレッシャーがあったんやろねみたいなことをルミさんおっしゃってたんですけど、でまあそこで4人のオスカルで、やっぱり翔ちゃんはミッキーのオスカルはすごいこうハートフルで、やっぱりもう独自のオスカルやったねみたいなことをお話ししてくださって、でまあその後やっぱりこの3兄弟が月組で揃った時に、まずやっぱりもう忘れていけないこのバレンシアの熱い花の話が出たんですよね。でやっぱりこれは柴田先生が3人のために3人の個性を生かして作品作ってくれてって、まあ、皆さんも多分すごくよくご存知の話なんですけど、でもそれでもその話をお二人の口からこう喋ってなんかお話ししてくださるって、やっぱりひときわやったし、でそのお話をしてくださる雰囲気ってなんかすごいこう、その時の月組の雰囲気っていうのがこうお話の雰囲気からすごい感じられて、でなんかまあルミさんがちらって言ってはったんですよ。やっぱりあの時は私も若かったから、やっぱりちょっと複雑やったみたいなことは言ってはったんですよね。やっぱりそう、翔ちゃんがいらっしゃって、でミッキーやっぱりこう個性が強烈 でやっぱりこうすごいブワってもうか炎の塊みたいな方やったんで、てかルミさんもなんかあの風にやれたら気持ちいいのになみたいなことは思ってたみたいなことをおっしゃって、でそのバレーシアの熱い花から風と共に去りぬですよね。もうここの流れってやっぱりすごいですよね。でそこの話をすごいしてくださったのと、あと神好き恋歌、ミッキーとルミさんが2人でなんかやった写真とかが、もうめっちゃ懐かしい写真が出てきて、でその時になんかナジオ、宝塚のナジオで、神好きの、うちもなんか行ったことある、そうでしょ、ね、うちもそうそこがそうなんやって思うから、あそこに行ったらすごい厳しいなんかなん、もうすごい厳しい話やねんか、その神好きの技術をなんか自分のこう村おこしのためになんか若者がルミさんの役がもう一生懸命それを取得するみたいな、その話なんかそうすっごいなんかそれをこう一生懸命こうねするみたいな話 でそれもすごいバレンシアの熱い花の時に、だから芝居やったんですよ。
日本語のショーじゃなくて、日本物の芝居と洋物の芝居やったから、バレンシアはちょっとショー的な部分も結構、あの柴田先生が入れてくれて、であの解決ゾロリ、ゾロでゾロリは漫画家のなんかこう黒マントをでこういうのをつけてね、でなんかさ、それがだからルミさんなんかミッキーなんかショーちゃんなんか分かんないんですよ、お客さんは。で出てきてこう切ってハハハハって言いなくなるんでしょ。でそれがだからもうすごいもう痛快、痛快な感じですごい面白かったんですよね、あれで。神すき小唄はすごいそのしっとりとなんかそういう話があって、でその話もしてくれはって、でその懐かしの神すき小唄の歌をルミさんがこう歌ってくださったんですよね。懐かしい歌です。ほんでバレンシアの熱い花の話があって、ほんでこの出ました風と共に去りぬですね、もう映像がほんまに見たいのに絶対出てけへん映像みたいなね、もうほんまに、じゃあもうめっちゃ見てみたい、そのおばさんの声だけなんかね、あすごいんですよね。でなんかそうそう、で翔ちゃんがこうひげののりをこうね、つけてたらなんかちょっと剥がれてきてペロ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 ってなって、でミキーがあの一番最初に汽車から降りて、あもうこんな汚いとこって言って出てくるんですけど、そこで翔ちゃんと踊るんですけど、その時にこうペロ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 っていうのがもう翔ちゃんやめてってミキーが言ったから、なんかノリをもっと強力な男の人が使うようなノリをしてたら、ここがもうただれてただれてって言うて、もう 2,3 ヶ月歌劇とかグラフの写真撮影は禁止って言われてみたいな話もしてはりました。でもなんかその前夜祭の時になんかミッキーがと翔ちゃんがその一場面、あの皆さん覚えてますかね、帽子をこうミッキーがあのレッドバトラーがプレゼントして、で最初はこんなんいらんわって言ってたのに、なんかレッドバトラーがいなくなった後に、あ残していったこの帽子って言って、で一人でこうスカルトがこうしてる時にこうバトラーがこめててお似合いですねって言う話、もうって言ってもうバーンって帽子を投げ、ミッキーが投げつけるみたいな場面があったじゃないですか。その場面を前夜祭ですることになってたんです。で東方のレッドバトラーやってた宝田明さんとか、まあ、そうそうメンバーがこの前夜祭に風と共に去りぬをやるって言って集まってきて前夜祭で、でそのまだそんな稽古もまだそんなやってなかったらしいんですよ。だからミッキーも翔ちゃんもすごいドキドキしてて、ほんでミッキーはなんか翔ちゃん眉毛が描けないってで、ね、翔ちゃんはなんかひげがうまくつかへんって言って言う話を、でひげは最初からずっとつけてたんじゃなくて、1幕はつけないで、で2幕はつけるっていう、なんかやっぱりイメージが翔ちゃんのファンはね、やっぱりひげなんかつけてほしくないわってなるから、やっぱり1幕はつけないで2幕からつける話だったんですけど、つけてるうちにめちゃめちゃ大不好評になって、もうひげがないとってみんな言ってずっとつけるようになったっておっしゃってました。私ももうひげがないとって、もうひげみたいな、いやあんなひげ似合うかっこいい人います、いやもうあんなひげ似合うって、いやもうほんまにかっこよかったんですよ。あのメイクとかもすごい努力されたと思うんですけど、もうレッドバトラーそのもので、なんかクラーク・ゲーブルってめっちゃかっこいいじゃないですか、もうでビビアンリーめっちゃ綺麗し、あれの風と共に去りぬのなんか全然でもほんまに負けへん、あの宝塚のあの初演の月組の、ほんでその時にルミさんがなんか私もあんなできたらなみたいなことをおっしゃったんで、でもルミさんのアシュレイあってなんですよ。もう私もルミさんのアシュレイほんま好きやったし、もう大好きやったんですよ。あれできんのルミさんしかおらへんと思ったし、もうなんかその最後になんかスカーレットがこうなんか私はなんであの人に恋してたんだろうみたいな、いやでもそのルミさんがなんかメラニーが死んでこういうところとかなんかうまいんですよね。なんかもうそういう、もう翔ちゃんも言ってはりましたけど、ちょっとダメダメよみたいな、なんかでもすごい最初の頃も2枚目でめっちゃかっこよくってめっちゃ憧れるし、でもただの2枚目じゃないんですよルミさんって、やっぱりこう芝居がすごいいいから。でもなんかすごいやっぱりルミさんのアシュレがあってやと思ってるんで、ほんまになんかそういう風に振っておっしゃったのが寂しかったです。そんなことないってそんなことないってめちゃめちゃもうここまでめちゃもう言いたかったんですけどっていう感じでした。本当にほんでなんか懐かしのあのふるさとはってルミさんの歌い方、ふるさとはでもルミさんの歌でも染み込んでるんですけど、でそのさよならは言う場合の中でも翔ちゃんももう風と共に去るのはもう月組で、も私もほんまにあの時ももうほんまに好きすぎて何回も通った、通ったし、今やから時効かもしれんけどカセット録もしてあかんのこれ、もう家でずっとだから台本を
発売してくれなかったんですよ。そうだから自分でコピーしたんですよ。全部書きました。でその台本を自分の手書きで中1やったんですけど、書き起こした。そう書き起こして、でそれを中1の天地学習で、あの西谷の少年自然の家 の2階建てのベッドのとこに自由時間って言われた友達とずっとそこで本読みしてたんですよ。書いたやつ自分でもうずっと、すごい、永遠残ってない。それいやでも覚えてる、ノートにびっしり書いた。すごい、もうね好きすぎやったんですよそれぐらい。だからもう涙じゃないですか、もう止まらへんみたいな、頭痛くなっても。でこの水色の愛も歌ってくださったんですけど、いやこれめっちゃ名曲で私すごい好きで、あのそう 2幕のそうベレット・バトラーがとスカーレットがその新婚旅行に行ってるっていう体なんですよね。で2人でちょっとすごく幸せなところを2人でこう 踊りはるんですけど、もうそれもうこの曲もめちゃめちゃ好きすぎて、だからそれも歌ってくれはって、その時の話もしてくれはって、あとナイトアンデーね、チェッ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 チェってやつですね。で近況でミッキーがこうやってフッっていうのが、もう翔ちゃんがルーもうほんまにミッキーが可愛くてってすごい言ってくれてはって、いやもううちらのファンももう可愛くて、なんか男役じゃないんですよね、そういう仕草が。でもミッキーとめっちゃパワフルに踊ってて、ね、2人はすっごいパワフルに、めっちゃパワフルにも分かる、ダンスとしてダンスの何一つの作品としてすごいちゃんと完成されたから、めっちゃ練習してました私もこうやって。でもあれお腹入らないと踊れないんですよこうやったら踊れないんですよ、違うから、雰囲気抜いたら無理やから。だから初演の風と共にされるのって、みんなの皆さんの意気込みがすごかったやろうなと思うし、ほんま小松美穂さんのメラニーも、舞子由紀さんのベロアトリンも、あれスカーレットパート2っていうのがね、パート2っていうのがね、あの私とあなたは裏表っていうやつがあるんですけど、あれも斬新で、北原千琴さんめちゃめちゃ可愛くて、でミッキーとなんか裏表ってじゃあ雰囲気ちゃうねんよ、でも成立しちゃうからね、なんかそれがすごい良かったんですよ。でその風と共にサリノの話があって、でその後ラブメッセージ、あのね、ジョーカーの写真が出ました。私はジョーカーっていうね、ジョーカーミッキーってそういう雰囲気があったから、ジョーカーがあのトランプのハートのダイヤやったかな、ハイトの女の子に恋してっていうショーのその場面があって、でも私もめちゃめちゃ好きやったんです。ここにこんなんかぶって、ここに羽ついて、ほんで銀鏡で測定しはんねん。すごい、あの銀鏡 で体操やってたからって、翔ちゃん何回も言ってくれてはったんですけど、そう銀鏡でね測定してね歌ってたんですよ。もうなんかパー的にすごいやろみたいなこの人すごいやろみたいなっていうふうにすごい誇らしかったんですけど、でそういうのがあって、でその時にもう一個ね、あの日本の恋歌ってすごい、もう私ほんまに日本の声でも最高な作品やと思ってるんですけど、やっぱりその話もすごいしてくださってすごい嬉しかったんですけど、そこでルミさんがあのデンデラデデラレンっていう歌をアルスリーの太鼓ってやってて、あの成長してるんですよ2人が、あの女の子と、でそれを歌ってくれはったんですよ。もう懐かしすぎて泣いた、もう泣いたもう何歌っても泣いたでその時にミッキーがあの豊臣秀吉みたいな、あのブラリヒョウタンブラブラリって歌って、ブラリヒョウタンのここに飾る、まあ、だから豊臣秀吉が百姓の子 でそれが最後こういうのあるじゃないですか、うちらもようやるやつ、こういうやつね、シュワシュワってやつで、であの大将になるみたいなところがショーであるんですよ。でそれの話もしてくれはって、あそこなんかもう好きやったわ。出演してる時って全部見れるわけじゃないから、でもなんかこう声が聞こえてきたりとかして、なんかもうすごい、あそこはすごい好きやったわって言うてくれてはりました。もう懐かしい、もうあのブーラリヒョウタンブーラブーラリって言ったらもう、あブーラーリャラララブーラブーラリラララララララってブーラブーラララって歌ってる、もうミッキーの声が聞こえてくるようやったけど、音聞かせてほしかったやっぱそれは難しいんやな。であとね、カリブの太陽、皆さんでこれで3人の最後のお話やったんですよ。でこれね、翔ちゃんめっちゃ面白くて話全く覚えてないって言ってありました。ですいません、私もストーリー全く覚えてません。で何覚えてるかって言ったら、私も道路の測量、道路の測量って言ってミッキーがやってるのを覚えてて、でショーちゃんがそう水道をなんかその田舎で水道を掘るためにショーちゃんがこう派遣されて、でミッキーがその工事業者みたいなんで、で
取るみたいな。でルミさんはちょっとバカンスみたいな来る、ちょっと御曹司みたいな役やったんです、思うんですけど、なんとなくそれは覚えてるんですけど、ストーリー全く覚えてないんですよ私も。で翔ちゃんも全く覚えてないって言ってありましためっちゃ面白くてほんで、でもね、ストーリーは忘れてるのにめちゃめちゃ楽しくて、もうファンとしたらあの3人の最後があのカリブの太陽でほんま良かったって思うぐらい、もうめちゃめちゃお腹が笑いこけるんですよ。であの舞台の上でも笑いこけてもミッキーが笑って、で翔ちゃんは絶対そんなことがあっても私は舞台で絶対、ま、笑わへんのにみたいな、でももう笑っちゃってみたいな、そんな話をしてはって、だからもうその頃3名の3人のこの雰囲気がもう頂点に達してたみたいな感じがすごいしました。でそこからまあ皆さん別れちゃったんですけど、で、まあ、そこの話もこうしてはりましたけど、そこでね、で吉田優吾先生がなんか花組のラベル宝塚ですよね、そこからあの宝塚のお仕事をされて入られたっていう話をしてて、でミッキーはその花組に移っちゃったじゃないですか。で花組に移っちゃった時にからあの知ってますみたいな感じでおっしゃってて、でピアノのすごいそばにいつも椅子を置いてね、ほな翔ちゃんがなんかそれはあの伊子先生と仲良くなりたかったんですよミッキーはって、でやっぱりそういうのはちょっと聞いただけでちょっとグッときました。やっぱりだからやっぱり月組ですごいずっと月組でやってはった人が、うん、で何回も言ってはりましたけどミッキーって4人兄弟の末っ子かなんか、うん、なんか3人か4人か言ってはりましたけど、そう私もそれは聞いたことがあって、ですごい末っ子気質っていうか、だからすごくこうみんなにこうね、うん、可愛がられて甘えていくみたいなタイプで、だから心をすごい開く人にはすごいこういけるんだけど、開けないと本当にいけないタイプやったからっていうのは言ってはりました。だからやっぱり翔ちゃんとかルミさんってもうほんまに人間できてはるやんか、もう心がホットであったかく包容力の塊みたいなお二人、だからお二人がそこに追ってはって、ミッキーがああいう風にこうすごい自由にミッキーの個性をめちゃめちゃこう出せる状況やったんやなっていうのがすごいあの2人のお話ぶりで感じたし、やっぱり花組で大変やったやろうなっていうのはなんかそこのね話をちょっと聞いてちょっとグッときてしまいました。で第一ホテルの、次またあるみたいなんですよね。で今度は翔ちゃんとルミさんと、今度花組時代の高橋智恵さん、ペイさんと若葉ひろみさんが、4人でミッキーを忍んでくださるですって、私もほんま飛んでいきたいんですけど本番に重なっとっていけないんですけど、ほんまに行きたいなってほんまに思っちゃう。この花組時代の方もきっと2人がお話をしてくださると思うんですよね。だからまあそこの話もミッキーの話聞きたかったなみたいな。だからやっぱりミッキーがなんかあの時どういう風にこう宝塚時代を過ごしてはって、で私はほんでね、もう一個なんか楽屋出がミッキーってめっちゃ遅かったじゃないですか、皆さん覚えてますか。私ファンやったからやっぱり楽屋は待ってました。小学校の時も中学校の時も、小学校がすごい、小学校の時こうやってふーって膨らますこうやって遊ぶのって楽屋のとこで永遠に遅いんちゃうよ。遅くないか、公演の後はめっちゃ遅いけど、でもそこまで遅くないよね。そこ3時くらい、6時で家近いから私は走って5分で帰れるとこに住んでたんで、でミッキーしかもあの車で帰るやんか、ほんで私の家のとこに帰るみたいな近くやから、だからもうそこでね待ち伏せしてたり、もうすぐ帰ってくると思ったら家の前の門で車通るの待ってたりしてたことあるんですよ。いや見たことありますやっぱり、あ帰っていくみたいな、ストーカーやったんですけど、そう行ったみたいな、見えたみたいな、なんかそんな、あもう車のナンバーも車種もバッチリ覚えてたから、もちろんだから大体あのミッキーがまだそこにいるかどうかっていうのはこう駐車場が、うん、あの大橋渡ったとこに大きい駐車場がチェックのとこにあったから、うん、そこにミッキーの車が大体止まってる場所があったから、で大橋渡りながら今は稽古してるとか今はまだ帰ってないとかで、今やで、ね、今行けばと思って行くみたいな。で楽屋で待って待ってもほんまに出てけえへんから、で一番最後なんですよ、絶対最後なんですよ。でもう誰もいなくなって、でルミさんがねなんか楽屋でして、私帰ってほんでなんか忘れ物したわと思って取りに行ったら、ミッキーのファンの人が陽気おって、でなんかまだ出てきてへんのって言ったら、まだなんですって言うてはってみたいな話してはったんですけどほんまそうなんやったんですよ。だから翔ちゃんがねおっしゃってたんですよ、やっぱりミッキーって舞台で 120% の力を使い切って舞台をやってたから、だからもう終わったらもうふぬけになっちゃうから、もう楽屋で
ふってなっちゃうのよねみたいな。出られへんから、そう動けなかった。うん、もうそれ聞いたらまたグッとくるし、もうそんなやったらなんぼでも待ってたって待ってたけど、ほんまに。ほんでね、なんかあミッキーインベーダーゲームが好きやってみたいな、あそこの店とあそこの店とあそこの店でようやって翔ちゃんがそれを知ってはるっていうのがめっちゃ嬉しくて、なんかルミさんもそうやけど、なんか2人でなんかミッキーの行動を見てあって、なんかそれもね、なんかたまらない萌えですよね萌えですよね。ほんでなんか千鳥やったじゃないですか。私も千鳥に絶対休憩中はミッキーは千鳥に入るんで。あ、そうなんや。だから私もずっとで学校、ここからは千鳥ですぐなんですよ。でこの距離を見るために私もそこにいるみたいな。で千鳥入ったらなんか中にいるの見えるんですよ、結構ミッキー座ってんの。でもそこをずっと見てるみたいな、嫌ですよねファンがそんな見られたら。もう休む暇もあれんのもうそんなんやったんですよ。子供やったら。いやもう子供でした。だから一番、だから私の5年生6年生、めっちゃいつも見てるわ。いや5年生の時はもうとにかく花組のベルバラにハマってたから、やっぱりね、純子さんもそうやし、おとみさんもそうやし、翔ちゃんもそうやし、やっぱりそのベルバラの花組雪組からもそこはもうめっちゃ見てたし、そこが5年生なんで、ちょうどバレンシアが多分6年生で、あの風と共に去りぬが中1の入学式の春やったんですよ。だからそこのとこがピークです、私やっぱり。でもやっぱりその頃の自分にも形成してもらったみたいな。でもほんまに翔ちゃんが最後にほんまにいい時代に宝塚おったねってしみしみおっしゃってて、で皆さんもいい時に見てくれたよねみたいな。私ほんまにあの時代に見れてよかったともうずっと思ってるんで、やっぱり本当に技術がすごい人たちで、でなんかすごいその舞台の裏も、その時多分みんな他の組もそうやったと思うんですよ。なんかその人間性が豊かな方たち、昭和のなんかあったかい人情みたいな、そう、人情に溢れてる人たちの宝塚歌劇団っていう、なんか独特の昭和の宝塚歌劇団だから、それがこうねしてはって、で休憩中にあのお話ししてくださった方見てますか、なんかあの来てくださったんですよ、ミュージカルカフェの方ですか言うて、で私見てて、で今回のやつもなんかお話聞いたからやっぱりいいかなと思って東京から来たんですっておっしゃってくれて、いやもうすごい私本当に同じですっていうのあの頃見てて、でちょっともう全然見えへんくなってたけど、やっぱりあのコロナであの頃のこと思い出して、で動画見てくれて、ですごくそこで気持ちがこうね懐かしさと、なんかほんで逆に今すごいお元気に皆さんがやってらっしゃるのを見たら、私らもまだ頑張らなあかんわっていうエネルギーになってっていう話を、だから本当に一緒なんですっておっしゃってくださって、私も本当にそうなので、なんか皆さんもこれ見てくださってる方はそうやと思うんですけど、いやでもほんまに上手やったんですよいやもうほんまに上手っていうか、ほんまにすごかったんです、あの子ほんまにすごかったんですよ。でもそのすごい翔ちゃんがミッキーのことをすごかったって言ってくれるのはもうほんまにファンとしてはもう、いや私ミッキーのファンですけど、やっぱり三兄弟のファンで、ほんまにでもだからお一人かけてもあかんくて、あの三人があの空気感であれを作ってはってんなって、それをミッキーの追悼としてなんかお話をしてくださって、なんか歌ってくださって、ファンももうすごい思い出せて、だからもう頭が痛くなるぐらい、でもほんまに最初から泣いたから、もう泣いてるやんって翔ちゃんが声かけてくださったんですけど、もう泣くか最初からみたいないやでもほんまになんか意に反してもう止まらなかったんですよね。もう下手したらしゃくり上げるか恥ずかしくてほんまに、でもありがとうございました。ほんまに東京まで行きたい、やっぱ皆さん行ってくださいぜひ。もうこんな機会ないと思いますし、本当にしみじみぜひ行ってもらいたいと思います。まだチケットあるのか分からないんですけど、すいませんはい、もう本当に私は元気をもらって帰ってきて稽古で怒りで爆発するみたいなもう一日大変でしたが、はい、皆さんぜひ、本当に翔ちゃん、ルミさん本当にありがとうございました。本当にもう感動の一日でありました、ありがとうございます。はい、それではまたミュージカルカフェにお越しください。